こんにちは。こんにちは。こんにちは。コーナーズアークの神澤です。小塚です。アークステイツの小林です。はい、本日の企画は夏のおすすめアイテムベスト3ということで、まあ、自分たちが選んだベスト3のアイテムをご紹介させていただきたいと思います。まず小林さんからお願いします。はい、僕の夏のおすすめベスト3、まず1つ目は、はい、リーバイスのデニムパンツでございます。すごい人気なやつですね。そうなんですよ、はい、でなぜ夏にこのデニムパンツを持ってきたかっていうのをご紹介させていただきます。そうですね、まずこちらのアイテムなんですけど、アークネッツとリーバイスだけのエクスクルーシブアイテムのデニムパンツ、夏に履けるデニムっていうことで、なんとコットンとリネンコンで作られたデニムになっております。なのでオンスも普通のデニムだと13オンスから14オンスぐらいなんですけど、これは約11オンスのかなりサラッとしたオンスになっているので、夏場にショーツとか苦手な方だったりとか、うん、デニム履きたいっていう方にはかなりおすすめのパンツになっております。なんか11オンスでもそんなにこう、はい、痩せすぎてる感じしないですよね。そうなんですよ、ですね、触るとやっぱりサラッとしててかなり軽い感じはするんですけど、はい、見た目の面もデニムのまんまなんで、そうですよね、デニム見えするっていうか、夏場にデニム履きたい方にはこれは非常におすすめです。僕もこれ履かせてもらったんですけど、リネンが入ってるんで落ち感が生まれるんですよね、うん、そうなんですよ。もともとシルエットが今90年代から2000年代で流行ってるリラックスしたテーパードシルエットになってるんですけど、生地がやっぱり若干柔らかいのですごいいい落ち感が、これは非常におすすめです。で、こちらのデニムパンツなんですけど、夏に履きたいライトユーズドカラーと、はい、まあ、自分色に育てたい方におすすめのワンウォッシュのカラーですね、こちらが2色展開となっております。では次の2つ目はバラストワークのボーダータンクトップになります。おお、いいですね。はい、ブランドでは初のタンクトップがリリースされました。パチ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 ありがとうございます。小林さんもタンクトップ男子ですもんね。そうなんですよ、僕タンクトップ男子で、もう春夏秋冬でタンクトップで過ごしてる人間ではあるんですけど本当ですこれ本当なんですけど、はい、その中でやっぱりバラストワークからボーダータンクトップが出たということで、ちょっとテンション上がってすぐに購入させていただきました。ちょっと画面だと分かりますかね、ボーダーなんですけど、これラバーのプリントでボーダーを再現してるんで、着込むごとにどんどんラバーが剥げてきて、ちょっと古着のような雰囲気になってきてます。面白いですね、これわざとこれ、そうなんです、これ特徴的なのが、ボーダーのプリントを施すときってだいたい先に生地にボーダーをプリントしてから、ね、はい、タンクトップを形を作るんですけど、これは形を作ってからボーダーのラバープリントですねを前面に載せてるんで、なんとここだけその小塚さんが言った通り、プリントされてるようなちょっと面白い仕様になっております。なので中は真っ黒のボディになってます。でシルエット的には首元広め、デコルテラインがすごく綺麗に見えるように設計されてるんで、女性の方でも非常におすすめなのと、はい、あと首がちょっと詰まったタンクトップとレイヤードしていただくと非常にいい感じでスタイルよく見えるので、重ね着レイヤード好きな方には非常におすすめなタンクトップです。夏好き男子にタンクトップはマストアイテムかなと。僕も今日シャツにタンクトップ合わせてますけど、やっぱりインナー映えするんでね、こういう存在感あるタンクトップ、夏場でちょっと寂しいなっていう時はシャツのインナーとかだったりカーディガンのインナーにすればそれなりにハマっちゃうので、非常に使い勝手のいいタンクトップだと思います。はい、最後はアイウェアをご紹介させていただきます。こちらが去年からアークステイツで取り扱わせていただいてるのちのオプティカルっていう、2021年に始まったブランドのサングラスになります。一番特徴的なのが、ちょっとモデルによってちょっと変わってくるんですけど、超光レンズ装着されておりまして、まあ、日に当たるとちょっと色が変わるような首になっているんですけど、はいはい、これももう元々標準で超光レンズが装備されているので、じゃあ太陽の下でつけるとサングラスに、あ、そうなんですよ。だからまた外出てお店入ってっていうのをなんか繰り返しできると言いますか、なんかサングラスかけたままお店入るんでちょっといやらしかったりするじゃん、はいはい、ちょっと真っ暗で、はい、でもこれはお店入るとまたこの自然な色に戻るので、このままかけていても大丈夫だよっていう素晴らしいサングラス、怪しくない、はい、怪しくないんですね、はいはい、これが一番ブランドだと定番のノチノっていう
シグネチャーモデルですね、ブランドのボスリントン型って言われておりまして、ボストン型とウェリントン型をちょっと融合させたすごいクラシックな形になっているので、僕結構サングラス似合う似合わなかったりっていうちょっと形ちょっと似合うものが全然なかったんですけど、これはやっぱり日本人に合わせて作ってるので非常にバランスがいいと、ナチュラルにかけられます。抵抗なくかけていただける一番スタンダードなモデルがこのノチノっていうので、よく見るとクリアだと中のパーツも透けて見えてますけど、すごい仕事が細かいですね。あ、そこ気づいちゃいました、小塚さん。ありがとうございます。毎シーズン、まあ、定番で出してるモデルにはなってるんですけど、やっぱ結構その夏場とかオンシーズンの時にサングラス皆さん欲しくなるとかと思うんですけど、はい、その際は結構完売しちゃうことが多いので、もう今がチャンスな、なるほど、タイミング、はい、タイミングだと思います。はいはい、まず一つ目にご紹介させていただくのがポータークラシックから定番で展開されているゴールドのネックレスになります。これずっと人気っすね。ずっと人気ですね。はい、でこちらの方が、素材に18金を使用したネックレスになるんですけど、はい、一般的なゴールドのネックレスって結構そのごつめなイメージが想像される方が多いと思うんですけど、はい、ポータークラシックのネックレスはどちらかというとちょっと華奢なデザインが特徴になってます。すごい繊細そうで、そうなんですよ、かっこいいですね。これ留め具のところも面白いんですよね。そうなんですよ。こちら、まあ、ポータークラシックといえば結構その職人さんが多くいらっしゃって、うん、そちらの裁縫針のデザインをモチーフに遊び心のあるデザインに仕上げてます。こちらのアイテムになるんですけど、ブランドで毎シーズン定番展開されているアイテムですごい人気で今完売になってしまっています。秋冬のシーズンがもうすぐブランドでも立ち上がるんですけど、7月から8月頃に再入荷を予定しているので、もし気になるお客様がいらっしゃいましたらぜひお店の方にお問い合わせいただければと思います。7月から8月だとこの夏にまだこうつけれるチャンスがあるっていうことですね。はい、ちょっと先にお知らせしたくてご紹介させていただきました。続いて2つ目のご紹介になります。エントアフェインオムというブランドで展開されているこちらのダンキャップというアイテムになります。はい、デザイナーの方が南雲篠様っていう女性のデザイナーさんが手掛けているブランドで、はい、まあ、その女性のデザイナーさんならではのジェンダーレスなデザインというか、はい、モードらしいデザインが一目惚れで自分も愛用しているアイテムになってます。なんか品がありますよね、キャップなんだけど。そうですね、なんですかね、この光沢感といいますか、ね、はい、上品な感じが、はいはい、こちらはの素材にウールギャバジンを使用した、まあ、ちょっと高級感のあるようなキャップになってます。はい、ワンポイントで同色になるんですけど、ブランドの刺繍がいいですね、はい、位置とさりげなさが、はい、まあ、後ろのそのメタルパーツもマットブラックで統一されていることで、まあ、全体的にちょっとモードな表情を演出してくれるようなアイテムになっていて、バックルもね、これよく見ると分かりますけど、オリジナルのバックルでブランドロゴが刻印されてるんでね、はい、本当にさりげないポイントだけど、こうなんか所有欲を満たされるというかね、はい、通常のキャップよりも気に入ったところが、そのブリムに関して少しちょっと長めなジェットキャップみたいなデザインになっているので、自分も結構そのカジュアル系のキャップがすごい苦手なイメージがあったんですけど、その被った時にスッと馴染んでくれるようなデザインがすごい気に入って愛用させていただいてます。で最後にご紹介させていただくのが、ポートバイアークからリリースされているニットカーディガンというアイテムになります。見ての通り今流行りのメッシュ系のアイテムになるんですけど、こちらのアイテムの特徴が通常の他のメッシュアイテムに比べて透け感が少ないアイテムになってるんですね。この辺はもう本当にさりげない透け感、もうどちらかというともう透けないんじゃないかぐらいのキメの細かなホールになっているので、普段のコーディネートに取り入れやすいようなアイテムになっているのが特徴です。素材感としてはコットン 100% ではあるんですけど、麻のような素材感でドライタッチな素材感になっているので。コットンなんですね。そうなんですよ、すごいですね。夏場でも、はい、肌離れがいいような素材感になってます。まあ、ぜひこれはそのニットアイテムを挑戦したい方のファーストアイテムとしてご検討いただけたらなと思ってご紹介させていただきました。はい、夏場はあとこう男性って洋服のレパートリー少ないじゃないですか。もう T シャツ着るかシャツ着るかポロシャツ着るかぐらいなんで、ニットの半袖シャツっていうのはまあ新しい選択肢になるんじゃないのかなと。コーディネートの幅を広げてくれますよね。はい、まあ、一般的なそのメッシュ系のアイテムっていろいろなカテゴリーがあると思うんですけど、この本当に半袖シャツ型のニットシャツってすごい斬新で面白いアイテムだと思うので、うん、ニットアイテムに挑戦していただいたことがない方とかはぜひチェックしていただけたらなと思います。はい、じゃあ、続いて私の、この夏おすすめの、ベスト3ご紹介させていただきます。まず一つ目はハムのアイデンティティリング。
なってます。どうですかこれ、かっこよくないですか。めちゃくちゃかっこいいです。プレートとチェーンのコンビネーションのデザインが特徴的なんですけど、僕も今日つけてるんですけど、やっぱり単体使いでもこう抜群の存在感というか、このリングの特徴なんですけど、デザイナーさんが女性の方で、作ってるのは男性の職人さんが作ってるので、存在感はあるんだけど武骨すぎない、それでいて女性デザイナーの繊細なこの華奢な雰囲気、繊細な雰囲気ですかねっていう、なんか絶妙なバランスをとってるんですよ。このわかります、このマットな質感、はい、ね、シルバーだとこうきらびやかなイメージもあるんですけど、これは磨きの加工をした後にわざとマットになるように加工を入れてまして、少しこうくすんだような風合いが特徴的です。なんか傷とか入ってもこう味になるような、少しこうアンティークのような雰囲気も持ち合わせているので、まあ、夏やっぱりアクセサリーお客様でもね、気にされてる方多いと思うので、リングなんか欲しいなっていう方はこれいいんじゃないでしょうか。続いて2つ目ですね、こちらのフットワークスのサンダルになります。フットワークスのサンダル、なんでこれを持ってきたかというと、靴ブランドが作るサンダルではなくて、シューズのインソールをオーダーメイドで作っていた専門店が作り上げたサンダルっていうところがやっぱりポイントとして大きいかなと思います。フットワークスさんでもともとオーダーメイドでインソールをこう製作するような店だったんですけど、なのでいろんな方の足の悩みに合ったインソールを作ってきたんですね。その中でどの方にも共通する足の悩みっていうのが見えてきて、それを解消するために作り上げられたのがストラップサンダル、はい、なっております。一番のポイントとしてはインソールのこの立体的な形状ですかね、はい、わかります、はい、なんか通常だとこう土踏まずのとこがぼっこりしてたりっていうのはあるんですけど、フットワークスのサンダルはよりこう立体的に凹凸があります。足裏の3つのアーチをサポートする傾斜したこの立体的なフットベッド、これによって姿勢が、骨格の歪みが矯正されて姿勢が正される、これがまあフットワークスが履くとこう姿勢が良くなりますよっていうところのポイントなので、これは実際に多分足入れしていただくと分かると思います、違いが。で、まあ、そこが一番のポイントではあるんですけど、やっぱり品質といいますかデザイン面の方もやっぱりしっかり作り込んでありまして、ここのアッパーのレザーはグイディ社のスムースレザーを使ってます。で、シボのタイプもあるんですけど、僕個人としてはやっぱりどの格好にもニュートラルにはまるこのスムースレザーがおすすめですかね。あとはこのナイロンテープ、これすごい滑りがいいんですよ。なので着脱の時こうワンタッチでスッといける、ザラザラしたナイロンベルトとか多分こう引っかかっちゃってギュッギュッって絞んなきゃいけないんですけど、このナイロンテープだったら滑りがスーッとこういくので、緩めてから足入れしてシュッとこういけるっていうね。あとはやっぱり何といってもこのビブラムソールも、はい、厚手のものを用意しているので、単純に足元にこうボリュームが生まれるので足スタイルアップ効果もありますし、まあ、単純に耐久性の部分でもしっかりしているので、よりこう末永くね、履いていただけるかなと。あと、まあフットワークスのサンダルのサイズ選びなんですけど、僕足の実寸が 27.5cm で、こちらのフットワークスさんのサンダルだと 26.5cm ダウンでちょうどいい感じでした。あんまりこうジャスト目で履きすぎると、ここの段差のところに指が乗ってしまってちょっとこうストレスがあったりとかね、フットワークスさんのこのアーチサポートの効果が半減されてしまったりとかするので、サイズ選び、まあ基本いろんな足型の方いるとは思うんですけど、サイズ選び基本的にはやっぱりこのフットベッドの中に足が収まるサイズ感で選んでいただくといいかなと。サイズ感ご不安な方はぜひあのスタッフまでお問い合わせください。僕がこの夏おすすめするアイテムの3つ目、ポートバイアークのプリント T シャツになります。どうですかこれ。いや、めっちゃかっこいいです。なんかちょっと用意してあった時ちょっと見たんですけど、なんかちょっと気になってました僕。ありがとうございます、はい、こちらの T シャツは、ブランドで初めて作ったプリント T シャツ、あとボディに使ってるのがゴート社のボディを採用してるんですね。でゴート社っていうのが、まあ、日本企画の T シャツボディメーカーの T シャツになるんですけど、90年代のヘビーウェイトな T シャツのイメージを、はい、持たせつつもボディ自体に機能性も持たせてて、ステイフレッシュ加工っていうんですけど、抗菌防臭生菌抗ウイルスっていう機能面もちゃんとしっかりしてるのが、あ、はい、素晴らしいです、はい、なのでまあやっぱ夏場 T シャツね、清潔に着たいと思うので、その辺も信頼できる一着になってます。で、形に関しても小林さん、アメリカのアリボディあるじゃないですか、いろんなメーカー、やっぱりこう縦長になってちゃう、あの感じわかります？難しいんですよね、あれ合わせるのが、はい、サイズをゆったりリラックスした感じで着たいからって言って上げていくと、着丈もそれと付随して長くなっていっちゃうんですけど、はい、ゴート社のボディは本当にこう今の雰囲気にぴったりなリラックスした肩幅、身幅、袖丈に対して
着丈は綺麗に収まるように作ってあるので、はい、本当にこう日本人の体型に合ったシルエット今の気分で使っていただけるっていうのが特徴的。あとプリントティーの醍醐味はやっぱり何といっても経年変化だと思うので、もうガシガシ着込んでいただいてプリントかすれさせて古着のような雰囲気に育てていっていただけたらなと思います。ちなみに僕はこれ白とネイビー飲食展開なんですけど両方買わせていただきます。もう購入済みなんですね、はい、あやっぱりぜひね、あの T シャツプリントもの着たいけどなかなかいいのが見つからない方とかチャレンジしてみていただけたらと思います。はい、以上、この夏おすすめしたいアイテムベスト3ご紹介させていただきました。アイテムの詳細は概要欄に、掲載しておりますので、ぜひそちらからチェックしていただければと思います。本日はありがとうございました。ありがとうございました。